あとは、リモ君え、アンチ・田島構造のリモデスク。まあ、元のとある町長々やってる本人の兄に対してのアンチ活動まではやりすぎです <laughs>。なんか、あの、アンチとかそういう立場を決めるよりも質を見た方がいいと思いますね。その人がやってることの。なんかこう、罪を憎んで人を憎まずじゃないですけど、僕は別に森保さんを嫌いじゃないですから、ただ、森保さんが日本代表の監督をやって、そこで、えー、している行動が、 日本サッカーの進化につながらないどころか、日本サッカーの目の前の勝利につながらないことをやってるから、それに関して指摘をしてるんですよ。で、その指摘がどうしても、えー、やってるサッカーの内容によって多くなるから、僕が森保さんのアンチって思ってる人が多いんですよ。でもこれはしょうがないですよ。だって、森保さんが本当、もう餌ばっか巻いてるから、僕はもう食いつくしかないんですよ。こういう仕事だし。なんだけど、あの、 田島さんのお兄さんがどんな活動して何してるか。だからもうそこはもう分けて考えて、例えば熊本の町長でひどいね、えー、町への政策とかやってるんだったら、それは言ってもいいです。それもその町の人にしかない権利だと思ってますけど、僕は日本に住んでて、日本のサポーターだから言ってるけどね。別に森保さんがどっかのクラブの監督やってたら多分ね、あ頑張ってくださいってだけの話ですから。だからそれで言うと、まあ、 別に僕の考えに全部ね、見に来てるだけの人が乗っ取る必要はないですけど、僕はその人の行動を見て、一つ一つ判断して言うべき時には言った方がいいっていうふうに思いますね。真面目か <laughs> そうだから、この人だからダメ、この人だからいいみたいなのは、正直僕もやられてる側ですからね。でもそういう人が自分のことを、レオザフトボール TV に来る人には一人もいないでほしいなって思いますね。